こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回は愛さんと陽平さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではお二人について自己紹介をお願いします。はい、建築事務所で建築士として今働いております。陽平と申します。趣味は、飲み歩きだったり料理っていうところですかね。はい、よろしくお願いします。愛です。私は看護師として働いています。趣味はカレー作りだったり、今料理を彼から教えてもらって修行中になってます。器集めも好きです。よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が、1SLDK ということで、はい、大体何平米ぐらいの。大体45平米ぐらい。それぞれリビングと寝室何畳ずつぐらい。ちょっと開けっぱなしで使っていて、じゃあ実質もワンルームみたいな感じで使っています。というわけで、かなり植物だったり雑貨だったりそういったものがたくさんあるお部屋だと思うので、詳しくそのあたりお尋ねできればなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初、じゃあちょっとリビングの方から紹介をしていただきたいなと思います。ではどうぞ。じゃあちょっとリビング全体感の雰囲気からお尋ねしていきたいなと思うんですけど、はい、このお部屋のこだわったポイント何かありますか？全体的に、ウッド調の小物とか家具で揃えているんですけど、ちょっともったりした印象になりすぎないように小物はグレー系の色とか青色とか寒色メインで使って、少しクールな要素も取り入れるようにしています。あとは植物を育てたいっていうのが2人の希望だったので植物をたくさん飾ってますね。はい、この物件自体はリノベーションされてるんですか？はい、そうですね、だいたい築40年の建物なんですけど、それのリノベーション賃貸を今借りております。じゃあというわけでちょっと細かいお話聞いていきたいなと思うんですが、はい、まずじゃあ奥のキッチンから紹介をしていただきたいなと思います。はい、こちらも仕切りがなくてすごい開放感がありますね。はい、まずはじゃあこちらのスパイスだったり、はい、食器とか収納されてるこの棚からちょっとお伺いしたいんですけど。はい、これは楽天で1万5000円ぐらいで購入したんですけど、工業用のラックになってます。でちょっとなんか武骨なラックを置きたいねっていうことで購入しました。ちょっとゴツゴツしてる感じが気に入ってますね。収納力もそうですね、めちゃくちゃあります。はい、地震が怖くてこの辺は後つけた。ああ、うん、確かに。そっか、地震来たら、そうですよね。この辺は収納のカテゴリー分けというか、はい、されてたりしますか？そうですね、一番上がちょっと乾燥もののパスタとかオートミールとか玄米とか置いてて、後ろの無印のトタンボックスにはちょっと今スパイスで見えづらいんですけど、味付けのものとか粉もんって書いてるんですよ。粉ものとかを入れてますね。はい、あとは最近カレー作りが好きなのでちょっとスパイスをいっぱい並べてます。ちょっとスパイスラックをもうそろそろ作りたいねって話してるところです。でこの2段目にはお皿いっぱいあって中にも入ってるんですけど、ちょっとお気に入りのお皿を置いてます。でここが電化製品になりますね。で一番下はちょっとあんまり見せたくないなっていうものを置いております。ちなみにこのスパイスを入れてるケース、はいはい、これはどちらで購入されたんですか？楽天かアマゾンかな、ちょっと記憶が曖昧なんですが、36本セットで3000円のものを、はい、ネットで購入しました。はいはい、あとはなんか最近、はい、それこそ購入されたアイテムとか、はい、なかったりしますか？最近購入したのは、横浜中華街に行った時に商法っていうところでセイロを購入しました。はい、竹のセイロでだいたい1500円とかだったと思うんですけど、なんか意外とセイロって使いやすくって、お肉と野菜と入れて蒸せばもうなんかすごい美味しいものが出来上がってるっていう感じで、すごい使いやすくて重宝してますね。わかりました。はい、あとはその下の段に食器がたくさんあると思うので、はいはい、ちょっとこの辺の話もお尋ねしたいんですけど、結構食器お好きでいろいろ集めてらっしゃる？そうですね、食器が好きでメーカーさんのものから作家さんのものまでいろいろ集めてます。はいはい、ちょっとここでお気に入りの食器をいくつかピックアップしていただけたらなと思うんですが、はい、
越由美子さんっていう方の食器なんですけど、いろいろ集めてて、なんかこういうちょっとマットで形が可愛いやつ、これは1枚多分3000円ぐらいだったかなと思います。あとはこういう感じでシンプルなんですけど、結構見た目マットで結構上品な感じのデザインですね。使いやすいし何にでも合うので、飯星さんのはよく集めてます。この大きい方でだいたい4000円ぐらいだったかなと思いますね。ちなみにこういう食器系とかはなんかよくチェックするブランド、まあ、作家さん今挙げていただいたと思うんですけど、はいはい、なんかお店とかあったりしますか？そうですね、作家さんのものだと蔵前のプロトっていう器屋さんに行ったりとか、あとはネットで結構器売ってるお店を探して買いに行ったりしてますね。遠いとこだと鎌倉とかまで買いに行ってます、はい、今一番気に入ってるのが鈴木翔平さんっていう作家さんなんですけど、結構しぼねとかでもいろいろ売られているものになるんですけど、このお皿ですね、どっちも鈴木さんのものです。1枚8000円から1万円ぐらいするかなっていうものになりますね。もう何乗せてもかっこよくなるっていう感じで気に入ってます。カレーの時はよくこのお皿を使いますね、はい。で、あともう一つマグカップなんですけど、中根岳さんっていう作家さんのものになります。これマグカップなんですけど、これ1個3000円ぐらいで購入しました。この方はマグカップとかお皿以外にも花瓶とか、そういうものもいろいろ作ってる方になりますね。このひび割れてるデザインがすごい可愛くって、いろんなお店で探したんですけど、結構売り切れというか中根岳さんすぐ売れてしまったりするので、個展があった時にすぐ買いに行きました。はいはいありがとうございます。はい、でこんな感じになります。はい、はい、続いてダイニングスペースを紹介していただきたいなと思います。はい、まずじゃあこちらのキッチンの向かい側にあるベンチって言ったらいいんですかね。そうですね、基本はお酒が、僕がすごいお酒をいろいろ集めたりするのが好きなので、それの棚として作ってたんですけど、まあ、ホームパーティーとか2人とも好きなので、どうせならまあベンチとしても使えるやつを作りたいなっていうことで DIY で作成しました。このベンチがあるだけでかなり座れる。そうですね、6、7人ぐらいまでキャパが増えるので、大人数来るときはレイアウトを変えてこれを使ってます。はいはい、まあ、あとねちょっと今お話にもあったお酒がお好きっていうところで、結構ここにあるだけでもかなりの数ありますね。焼酎系とジン系とウイスキー系と、結構蒸留酒を家で飲むことが多いんですけど、中でも結構このホロンっていう、これジンですね、が気に入っています。これ蔵前あたりのお酒だったかな、1本5000円とかそれぐらいで買えたような気がして、すごいなんか爽やかな香りがして、ソーダ割りでいつも飲んでますね。ラベルもすごい、はいはいはい、なのでなんかちょっと友達の家に遊びに行くときとか手土産で持っていくとすごい喜ばれたりします。確かにいいですね、はい、ありがとうございます。そしたらじゃあ今度こちらにある、はい、ダイニングテーブルについて聞いていきたいなと思うんですけど、テーブルはこれ今どういった感じで使ってらっしゃるんですか？そうですね、これもさっきの棚と全く同じタイミングで DIY したもので、なので素材が全く一緒なんですけど、実はこれ棚に合わせて天板の厚さ選んだんで、ちょっとテーブルにしては薄いので若干揺れちゃうんです。まあ、それもご愛嬌ということで足はクランプして使えるようなやつを楽天かなで買って、セットで1万5000円とかそれぐらいだった気がします。なのでまあこの天板に飽きたら上の板取り替えるだけで新しいテーブルになるので、そういう意味では次の家とかでも使えるかなっていう理由で買ってます、ね、はいはいはい。あとはダイニングチェアについてもちょっとお尋ねしたいんですが、はい、これはリプロダクトなんですけど、アルネ・ヤコブセンのセブンチェアっていうもののリプロダクトと、あと同じアントチェアのリプロダクトですね。リプロの中にもいろいろあったんですけど、結構質のいいリプロを選んだというか、雑なものではないですね。まあ、ちょっといつか本物に手を出したいなとは思ってるんですけど、とりあえず今これで満足してますね。はいはい、どうですか座り心地とかは？結構いいよね、満足して2人気に入って結構使ってます。でここでじゃあ普段ご飯を取ったりとかされてる、はい、はい、今対面で椅子置いてますけど、ちょっと L 字で座ってプロジェクター映しながら食べたりとか、まあ、そういう感じで席替えしながら使ってます。あとはテーブル上に、まあ、ちょっとした雑貨とかそういったものもあるのでお尋ねしたいんですけど、はい、ティッシュケースというか、はいはいはい、
これもなんか不思議なデザイン。これはセリアで買った100円のやつなんですけど、スタイリッシュで、ちょっと詰め替えの面倒はあるんですけど、生活感消せるので気に入ってますね。うん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 、お隣はこれはカレンダーですね。まあ、事務所で働いていて、メーカーさんが毎年新年にカレンダーを送ってきていただいて、ここのメーカーさんがすごい、去年は安藤忠雄で、今年これは丹下健三なんですけど、まあ、建築家のデッサンとかパースのカレンダーを送ってきてくれているので、気に入って毎年使ってますね。うんうん、はい、あとはそのお隣にもこの丸いオブジェというか、これは二神さんの鍋敷で、なんか月をイメージして作られたようなものになってます。インテリアとしても馴染むので、普段もこうやって外に置いてますね。5000円ぐらいだったと思います。はい、あとはそのお隣がフラワーベースに一輪出しという、ね、そうですね、はい、まあ、毎月月の初めに花屋に行ってっていうのを二人でやったりやらなかったりっていう感じなんですけど、今月のお花っていうところですね。はい、はい、今月はこちら何のお花、これ何だったっけ、忘れました忘れちゃったけど、見た目重視で可愛いもの、可愛いもの、はい、選んでらっしゃるというところで、はい、分かりました、ありがとうございます。続いてこちらが、まあ、ライブラリーだったり、ディスプレイのスペース、はい、ということでちょっとお尋ねしていきたいなと思います。はい、まずはちょっと上にある雑貨系のちょっとアイテムの話をお尋ねしていきたいなと思うんですけど、はい、まず立てかけてあるこの2枚の絵というかね、建築の絵だと思うんですけど、はい、これは何ですか。これはちょうど僕が大学院の時にフランスのパリに1年留学してた時があって、でこれはどちらもそのフランスの建物絵ですね。左がパリにあるポンピドゥセンターという、まあ、美術館の絵ですね。これがまあ近所というか、まあよく行ってた場所なんで、ちょっと思い出の絵として飾っています。右側が、これ僕ちょっと残念ながら行けてないんですけど、実はコルビジェのユニテダビタシオンというものの絵です。結構色がポップで、その冷たくなりがちな建築のドロービングだけど可愛い感じだったので、合わせてこの2つを初任給で購入しました。額縁も可愛いですね、はい、どちらも。でも左側が無印良品で、右側があのスタンダードプロダクツっていうダイソーさんが展開している店舗なので、うん、こっちもあっちが2500円とか、こっちが1000円とか、それぐらいで買ったと思います。はいはいはい、あとはこの前側に動物のオブジェというか、はい、はい、なんか雑貨屋さんとか美術館とかでちょっと気に入った動物がいると、この横向きの動物をちょっと集めています、はい、で中でもこの角が刺さっている、これ赤鹿なんですけど、これですね、が中根蓮さん、さっきあの器の話でもあった中根岳さんのお兄さんなんですけど、の金工作家さんの作品ですね。この頭から生えている角が枝を刺してるんですけど、これ自分で好きに付け替えれるので、いい枝があったら変えているっていうような感じです、はいはいはい、すごい気に入ってるのがこの木彫りの熊です。私が地元が北海道なんですけど、北海道に帰った時に木彫り熊の専門店で購入したものになりますね。最近カーサブルータスとかで木彫り熊が特集されてたりとかして、ずっと気になってたんですけど、ちょっとデフォルメされた感じの木彫り熊で、おしゃれに置けるかなと思って購入しました。佐藤健二さんっていう作家さんになりますね。ありがとうございます。そしたら今度下の段に行ってアートブックだったり雑誌、そういったものがちょっとたくさんあると思うので聞いていきたいんですけど、ね、僕が気に入ってるのがこのディスタントドラムっていう浜田秀明さんっていう方の写真集で、まあ、ちょうどコロナ始まったばっかの時にこれが発売されて、全部海外の写真なんですけど、まあ、なんちゃって海外旅行を楽しめるようなでその時初任給だったんですけど、なんか思い出に残る本欲しいなと思って、初任給でさっきの絵と合わせて購入しました、ね、うんうん、これはいろんな世界の、そうですね、はい、世界中の国の写真があって、見た目もビビッドで可愛くて、確かになんかスタイリッシュですよね、はい、そう、この辺は全部建築系の本がたくさんあるって感じですか。そうですね、建築系と、はい、あと小説とか料理系のものが中心ですね、この本棚、うん、あとはじゃあちょっと料理系の本も何か気に入りのものがあればお尋ねしたいなと思います、はいはい、料理系は結構私が集めてるんですけど、最近のお気に入りだとなんか写真が綺麗な料理本に結構最近はハマってて、
家でお酒を飲んだりすることも好きなので、こういうおつまみ系の本にハマってます、うん、で中身もなんかレシピメインっていうよりはこう綺麗な写真というか美味しそうな写真が載ってるのをよく見てますね。で美味しそうだなって思いながらこれじゃあメニューというか作り方はなんかざっくり書いてあるみたいな感じなんですか？そうですね、作り方は本当にざっくりで、私まだまだ料理修行中なので、なんかこれどうやるのかなっていうレシピもあるんですけどでもすごい写真が綺麗なので見てて楽しいかなっていうので買いました、うん、でも結構写真メインパスタの本ですね、うんうん、じゃ結構こういう写真が綺麗な料理本みたいなのが好きなんですね。そうですね、結構好きですね。はいはいはい、分かりました、ありがとうございます、はい、あとはこっち側にあるベースですかね、はい、この左にあるのは、うんうんうん、こちらは新内悟さんっていう作家さん、器作家さんなんですけど、なんかコンクリートみたいなデザインのものを多く作ってる方になりますね。まあ、お花入れてなくて、あとオブジェとして置いてるんですけど、意外となんかこうデザイン性高いというか、うん、個性的なフラワーベースなんですけど、何にでもお花合うのでよく使ってますね、うん、なんか色の出方も面白いですね。そうですね、こんな感じで可愛いです。はい、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、続いて目の前にあるこのローテーブルからちょっとお尋ねしたいなと思うんですけど、はい、これはどちらで購入されたんでしょうか？これは私が一人暮らしの時に購入したものなんですけど、ネットのリセので購入しましたね、うんうん、値段は1万5000円ぐらいだったかなと思います、はい、で一応こたつが使えるようになっているので、一人暮らしの時はこたつでよくぬくぬくしてました普段は後ろの本とかを取って、はい、まあ、ちょっと座って読んだりとかするような感じですかね。そうですね、はいはい、あとは下にこのラグがね、はい、敷いてあると思うんですけど、そうですね、このラグは奏で物で購入したんですけど、うん、一応1年ぐらい前引っ越してきてすぐに購入して、おそらく2万円ぐらいで購入したかなと思います、うん、こう家のイメージをちょっとグレーとか青の小物で揃えたいなっていうのがあったので、いろいろ探してこれがぴったりで、うん、はい、購入しました。わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、そしたらじゃあ今度そのまんま、はい、こちらには植物がたくさん窓際にね、はい、あると思うんですけど、はいはい、これ植物ざっと今何種類ぐらい置かれてるんですか？15種類ぐらいですかね、うん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 、結構ねなんかお部屋を象徴するような空間にもなってると思うんですけど、はい、この植物をこう購入するにあたってこだわってるポイントというか、はい、何かそういったところはありますか？特に種類とかでこだわってるものをこだわったりとかはしてないんですけど、こう見て可愛いなっていうものを買ったりとか、あとは育てやすいものを買ってますね。だいたい尾崎フラワーパークとか、あとは近くのホームセンターとかでほとんど購入してます、はい、鉢とかもすごい可愛いなと思ったんですけど、うん、この辺は結構植え替えをしてらっしゃるんですか？そうですね、暖かくなってから植え替えをしましたね、はいはい、で鉢は結構シンプルなものとかで揃えてて、家全体が結構木目ベースのものが多いので、ちょっと色落ち着いたシンプルのもので揃えていますね、うん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 、なんかこの中で一番最近仲間入りした植物とかなんかあったりしますか？はい、このちょっと小さめのエバーフレッシュなんですけど、ずっとエバーフレッシュ欲しいねっていう話をしてたんですけど、結構植物の量多かったので、まあ、またの機会にみたいな感じでずっと買ってなかったんですけど、近くのホームセンターに行った時に1000円ぐらいだったかなで売ってて、まあ、なんか今大きい植物家にも多いし、このぐらい小さいのから育てるのもありだねって言って購入しました、うんうん、なのでこの子が一番新しいです。はいはいはい、はい、ありがとうございます、はい、続いてリビングの向かい側ということで、先ほどちょっと軽くお話にも出てたプロジェクターのお話もちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、はい、これはどちらのプロジェクターでしょうか？これはネビューラのプロジェクターですね。ずっとなんかテレビ台に置いてたんですけど、あんまり2人ともテレビを見なくて、それなら場所も困らないプロジェクターを置いてサブスクとかそういうのを見れたらいいねっていうので
引っ越して数ヶ月経ったぐらいに買いましたね。あのさっきの棚の上に投影スペースを設けて、あのローテーブルとかに座りながら映画を週末見たりしてます、はいはい、どうですかその画像の解像度というか。いいです、結構いいです、大満足です、はい、ただあのお昼は明るいとそんなに見えないので、まあそれは仕方ないかなと思ってますね、はい、じゃあ結構週末とかお二人で見られたりと、はい、夜で使ってます、はいはい、あとはそのお隣にフロアランプがこちらありますが、はい、これはどちらのアイテムでしょうか。これはイサムノグチのフロアランプになりますね。もともと一緒に住み始めた時からイサムノグチのランプは欲しいねっていう話をよくしてて、いろいろ調べてたんですけど、丸楕円っぽい形が結構一般的かなって思うんですけど、ちょっと四角でかっこいいようなデザインを選んで購入しました。1万6000円ぐらいだったかなと思いますね。はいはいはい、あとはここにすごい可愛い形の鏡がありますか、はいはい、これはザラホームで購入しましたね。で2万円ぐらいだったかなと思います。で部屋がそんなにすごい広い部屋ではないので、ちょっと空間を広く見せるようにっていうことで大きい鏡を置いてますね、はいはい、でこの楕円っぽいちょっといびつな形が可愛くて気に入ってますね。わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、そしたらじゃあ今度そのまんま奥の方にちょっと移動していただこうかなと思うんですが、こっち側が今度寝室のスペースということで紹介をしていただきたいなと思います、はい、こちらのまず寝室のこだわったポイントからちょっとお尋ねしていきたいんですが、何かありますか。そうですね、この壁面収納をこれまあ数ヶ月前ぐらいに DIY で作ったんですけど、さっきの部屋が緑いっぱいのまあ、生活スペースとしたら、こっちはまあちょっとごちゃっとした、そういうすっきりとごちゃっとっていうまあキャラクターを分けたベッドスペースとしてこの収納スペースは作りました、うんうん、まあ、有効ボードとこのガチャ棚チャンネルを作って気分転換でレイアウトも変えれるようなそういう作りにしています、うんうんうん、これだいたい制作するのにご予算だったり時間とかってどれぐらいかかるんですか。時間は丸2日かかって、うん、で予算は3万とかですね、うんうんうん、はい、これだったら結構拡張性もあってめちゃくちゃ使い勝手はいいですよ、とても気に入っています、うんうんうん、はい、そしたらじゃあ寝室のちょっと細かいお話順番に聞いていこうかなと思うんですけど、はい、まずこの手前側にあるこちらの椅子からちょっとお尋ねしたいんですが、これはどちらのアイテムでしょうか。これはニーチェアになりますね。で元々結構 SNS とかでニーチェア使ってる方のを見てて欲しいなっていう風にずっと思ってたんですけど、 D&デパートメントに行った時にあったので座って、座り心地も良かったのでその後楽天で購入しました5万円ぐらいだったかなと思います。で色もいろいろ白とかオレンジとかいろいろあってすごい迷ったんですけど、ちょっとグレーというかの感じがクールでいいかなと思って購入しました。はい、はい、分かりました。あとは後ろにベッドがね、はい、あるのでちょっとここも聞いていきたいんですけど、はい、今これはスノコを引いてらっしゃるんですかね。そうですね、そうですね、はいはい、寝室が広くないので圧迫感出さないためにスノコにしてちょっと低めに抑えてますね、うんうんうん、はい、で寝具とかは全部無印なんですけど、無印だと値段的にも結構手頃ですし、あと寝心地とかもいいので全部無印で揃えてます、はいはいはい、そしたらじゃあ今度こちらのね先ほど紹介していただいた有効ボード のちょっとディスプレイの棚のお話を聞いていこうかなと思うんですけど、はい、そこそ左側は建築系の、そうですね、なんか表紙がイケてるやつらを、はい、ここ並べてます、はい、レザーのオブジェというか、そうですね、これは彼女が転職するときに転職祝いで周りの方々にいただいたやつなんですけど、革の素材の豚の貯金箱で、へ、はい、これちょっとヨギボーとかで寝落ちしたらここに入れるっていうルールのもと運用されています結構溜まってきてますか。そうですね、ジャラジャラなじゃあ結構寝落ちめちゃくちゃじゃあされてると恥ずかしい、あとこの動物のタペストリーというか、はいはいはい、これはどういったあれが載ってるんですか。
これは、木彫り熊の発祥の地の北海道の八雲町の、ものになるんですけど、ビームスが日本のいろんな各地 の、 文化とちょっとコラボして商品とかを作っているもので、八雲町とビームスのコラボで木彫り熊のハンカチになります。もともと木彫り熊すごい可愛いなっていうので興味があって、うちにも1個あるんですけど、でこれがすごい可愛いなと思ってネットで見つけてすぐビームスまで買いに行きました。そしたらじゃあ今度ちょっと反対側の方に移動をしていただきたいなと思うんですけど、目の前に香水とかがね、たくさんちょっとあると思うんですが、結構香り系のものはお好きですか？そうですね、香りは結構好きで、私は仕事の時はちょっとつけれないんですけど、仕事以外では必ずつけるようにしてますね。なんかそれこそここに置いてあるのは結構お気に入りの香水たち、そうですね、ということで、ウッド系が好きなのでルラボのサンタルとかウッドの匂いをよくつけてます。あとは最近買ったのだとこのサンタマリアノベッラなんですけど、これは使ってるのはカーラロッサっていう香りなんですけど、もともとお店に行った時は違う香水目当てで行ったんですけど、これが結構甘めの爽やかだけど甘めなジャスミンの香りで、で甘めの香水あんまり今まで使ったことなかったんですけど、すごくいい香りで今一番気に入ってますね。あとは上にドライフラワーが、こちらもすごい綺麗にドライされてると思うんですが、このドライフラワーは去年2人で毎月 1,2 本ずつお花を買ってて、でそれをドライにしたものになりますね。一応去年1年の秋冬に集めたお花をまとめて飾ってます。結構ドライフラワーは先ほどのお部屋だったり結構各所にそうですねあるって感じですね。お花買うときも結構ドライにできるかどうか店員さんに聞いて買ったりしてますね。わかりました。あとは一番右奥の方にアイウェア、サングラスとか、メガネ系とかもありますが、この辺なんかお気に入りのものとかありますか？そうですね、この上のものは彼女に誕生日の時にもらった金子メガネ店のサングラスなんですけど、あんまなんかサングラスって毎年安いのを買ってなんか1年使い切ったらいいやっていうのでやってたんですけど、これは初めていいものいただいたので、ちょっと長く使っていこうかなと思います。どうですか、かけ心地とか全然違いますか？はい、すごく、じゃあ長く使えるアイテムです。はいはい、わかりました、ありがとうございます。はい、ということで愛さん、陽平さん、記憶的ルーム撮影させていただきました。最後に軽くちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけど、このお部屋のコンセプトを言葉で表現するとしたらどんなご自宅ですかみたいなところをお聞きしたいなと思います。植物とあとは木でナチュラルな雰囲気にしつつ、結構自宅に友人とかとホームパーティーしたりすることが多いので、どの居場所にいても楽しめるような空間にしてます。それこそこういうインテリアとか、結構いろんなショップとか多分行かれてると思うんですけど、なんかよくチェックするブランドだったりショップとか、なんかそういうところとかってあったりしますか？まあ、家具とかは本当に基本高いものとかはあまり使ってないので、無印、IKEA、あとは、あとネット、楽天とかでいいものを見つけて買ってますね。ありがとうございます。そしたらじゃあ最後にお二人から何かお知らせだったり告知があれば知っていただければなと思います。はい、インスタで私たちの生活だったり料理について発信してますので、よければ見てみてください。はい、というわけでじゃあ気になる方はインスタグラムの方チェックしていただければなと思います。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは愛さんと陽平さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。